非常に不気味なメイクを施して入場してまいりました。先にコールされたこちらがカナ。そして中森花子。花カナの T シャツを提示しております。なんか中森さん、ラム会長みたいですね、トリプルシックスの。さあ、この曲はまあ当然流せないですよね。いやー、まあ、ウォンテッドということで、あの曲になるわけでございますけども。ピンク・レディーの名曲でございます。悪友、戸倉俊一コンビに乗って入場してまいりました。この日が復帰戦となります。襟でございます。そしてそのパートナー、和樹、頼れる先輩。が4月の後楽園大会以降から欠場に入りました。前十字靭帯損傷および内側側副靭帯損傷、右膝ですね、右膝の負傷により3ヶ月ですか、欠場しておりましたが、この日が復帰戦となります。期待の選手ということで、この3ヶ月間は、寂しい思いした、ファンの皆様もいらっしゃったと思うんですけども、果たして3ヶ月間のブランク、試合間および、技のキレ、そういったところどんな形で出るか、本人としても、不安を拭えない復帰戦と思われますが、そこは先輩の家族がいい形でフォローするのではないでしょうか。さあ第2試合のゴングが鳴りました。先発はエリと、中森さんなんですよね、これね。確かに中森さんですよね。中森花子、通常とどこが違うのかと、違う部分はあるのか、それとも通常いつも通りの戦いスタイルを見せるのか。そしてそのパートナーカナです。がヘアホイップを、ヘアホイップをなんと頭を振ることによって逆に飛ばしてしまいました。でロープに飛ぼうとするが、あそこにカズキが足を出して動きを止めます。そしてカナをリング下に落として分断いたしました。さあエリとカズキの連携はどうでしょう。まずはカズキが行きます、対角アタック。そして反対側にいるエリに対して振ります。そこにガットショットから DDT。 そしてダブルの低空ドロップキックを息ぴったりに合わせてヒットさせました。またしてもカナをリング下に落とし、立ち上がりから中森を孤立させます。せーの、真ん中にいる人の方がどちらかというとウォンデッドっぽい顔をしておりますけども、流血してないにもかかわらず、まるで口から血が、垂れ流しているようなメイクになっております。さあフライングウェアの連発からホールに行きましたリエですが、カウント1で返す中森。フロントキックで逆襲し、そしてかなりタッチです。さあこの2人の呼吸の方は果たしてどうなのか。入場の時もね、中森選手がカナ選手の手を引っ張るようにして入場してきましたので、どうなんですかね、うまくいくのかどうか。相変わらず鋭い肘をエルボーを見舞って、そしてドロップキックを一つさせましたカナ。
足蹴りいたします。それに対し意地をむき出しにするエリですが、反しなければこの流れを変えることはできません。しかしエルボーを出して当然カナのお返しのエルボーが飛んでくる。鋭い切り切るようなエルボーを見せますカナ。カウンターのドロップキーだったんですが、カナは倒れません。もう一発行くとこ、今度はかわされる。そして右ローキック、もう一発。じゃ打撃を出してきました。肘に続きキックも出してきた。エンジン全開かカナ。それをなんとかキャッチして、うまく回り込んで倒すことに成功。そしてアンクルホールドに行きますが、当然これはカナの土俵でもある。すぐさま脱出して、それに対し、エリも前転してのアンクルもう一度取りに行きます。そこから膝に踏み固めに行きます。さあこれはリング中央、さすがにこれはカナは逃れることができない。しかし立ち上がりました。おっとこのまま持ち上げる持ち上げる、そのままジャーマンスープレックスに持っていった。さあ転倒を施しているので表情は分かりません。攻めていても攻められている時も同じ表情にしか見えない今日の 中森花子。そしてカナスイング DDT、 対戦する相手としてはやりづらいでしょう。表情からどれぐらい効いたか、自分の攻撃がどれほど効果があったかというのが伺い知ることができません。体格でかなり勝る和樹がコーナーに追い込んで優勢に出ております。2段目にセットして2位を落としました。もう1回ダブル2位、体重の乗ったダブル2位、156センチ68キロ、70キロ近い重さがカナのボディに切り込んでおります。今度は最上段、ここからダイビングニードロップを狙いましたが、これはカーされてしまう。すかさず中森が入ってきて二人がかりの攻撃。さあうまくいくのか、うまくいくのか、投げる、お互いが投げろ投げろって言ってるのでこんな風になってしまった。最終的には中森、あ中森を踏み台にしての蹴りを出そうとしましたがバランスを崩す。しっかりしてよ、あーっとしっかりしてよっていう中森の方、ハイキックを見舞ってしまったカナ。やはりこのチームうまくいかないのか。そしてカズキにもハイキック、チキンウィングフェイスロックリクが、これをファイヤーマンズキャリーで勝ち上げる。着地したのはカナ、すぐさま膝を入れるのはカズキ。カナ対カズキ、カナ対カズキ、あーこれも着地したんですね。すぐさまローキック K クラッシャーを着地しての後頭部へのローキック、チキンウィングフェイスロックに行くカナ。相変わらず一つ一つの動きはキレッキレのカナ。ここはエリが救出に入るが、その蹴りを、そのエリを蹴飛ばしたのは中森花子。さあタッチを受けた中森が実際のキックです。もう一回ニュートラルコーナー最初の残りミサイルキック、ここからフィッシャーマンズスープレックスホールド。小林邦明がメキシコから持ち帰ったこの技、今や日本のプロレス界に浸透しておりますフィッシャーマンズスープレックスホールド、中森花子が見せました。ローキック、和樹は膝蹴りだ。鋭いローを放ちます。そしてダッシュするが、待っていたのは突き上げるような2位。さあ2位リフトで中森の動きを止めた和樹、またしてもコーナー最上段に上がりますが、これをこの表情で追いかけてくる。あー、エリが持っていかれてしまった。ジャーマンスープで繋げっぱなし。この辺りは割とお互いを助け合っていい感じでいっております。中森花子とカナです。ちゃんとカットにも行きますかな。勝負を中森に託しました。しかし和樹が自力で肩を上げました。
体をかわし担ぎ上げます。これも連携、そして中森がバナを入れ込んで、あっとっとっと、3と1ハイキックがかわされたため同士打ちとなってしまった。さらに、あー、中森をカナの土手っ腹に落としました。一人で二人をキリキリ巻いてさせております。カズキ水車落としホールド行きましたが、カウント2。さあ、いい形で後輩の襟につなぎました。エリア、ここからどんな動きを見せるのか。本日が復帰戦、3ヶ月ぶりの復帰戦です。相手の動きをよく見て、逆さ抑え込みではなく DDT に持っていく。ここからハーフハッチを狙ったんでしょうか。しかしそれをブレンバスターで投げ返される。それでも向かっていって飛びついて、正面から飛びついている DDT。 これもカウント2で中森が右肩を上げます。さあ、カズキから決めろという声が飛んでいます。指令が飛んでおります。自力で、さあ、ハーフタッチ、これをディフェンスし、至近距離からのラリアット。ここでカズキが出てきて、デュランダル、コートブレーカーに来ました。さあ、そこからスクルボ行ったが、これもカウント2、カナがカットに入ります。さあ、そのカナをカズキが抑えました。カズキはエリに勝負を託したか。ハーフタッチ、いけるか、いけるか、自分より思い相手、中森をハーフタッチに投げることができるか。右ハイ、張り手、ここでカナが入ってくる。バックエルボー、カズキもバックエルボーだ。今度はカズキがバックドロップ、変形のバックドロップ持ってった。さあ、エリチャンス、エリチャンス、ハーフタッチホールド。10分経過、それからゲロークラッチ、これもカナがカットに入りました。なかなかタックマッチ、スリーカウントを奪うことができません。しかしエリがチャンスには変わりがありません。次なる技、あ、しかしフロントキックで迎撃されてしまう。カウント2、膝をかわして、ここでカズキが出てくる。うまく転がして丸め込むが、今度はカナがカットだ。目まぐるしい展開、タックマッチ、もう一回合体技を狙う。今度は決まった。今度はサンドイッチハイキックが決まった。さあ、これでスリーカウントか。いや、カズキが間に合う。カズキもサンドイッチハイ、そしてシャイニングウィザード、これで決まったでしょう。おーっと、ギリギリなんとか肩を上げました。意地を見せたアイリー。しかしこれは送るぞ、来るぞ、レッグゲームドライバー、これはバンジキュースだ。最後エリも粘ったんですが、レッグゲームドライバーにつなげられてしまって、これはちょっと返せなかったですね。さあ、白塗りの2人が勝ち名乗りを上げます。カナ、そして中森花子の勝利。11分17秒、エビ固めで中森がエビに勝利。頑張ろうね。あなたの
9月15日以降はもうプロレス休業するんだよね。無期限に、無期限。だから私ね、今日も言うの絶対言う。私は無期限に、無期限に